ラグビー関東大学対抗戦、17日、秩父の宮ほか、2試合を行い、前戦で総大に敗れた帝京大が明大から7トライを奪い、48の28で破って5勝1敗とし、4連覇に望みをつないだ。今季初黒星の明大も5勝1敗となり、全勝は開幕5連勝の総大のみとなった。明大は12月1日に国立競技場で、 総大との100度目の定期戦に臨む。青学大は日体大を36対19で下して2勝4敗、日体大は6戦全敗となった。キックオフから赤いジャージーの提供台が容赦なく襲いかかった。明大防御の弱点である大外へとボールを運ぶ。前半6分にはラインアウトからの左展開で、WTB 幾多がラインサイを失踪する先制トライ。 難敵に今季初黒星をつけた。11月3日には総大27の48で完敗した。FL 青木首相、4年、は、ここで戦ってしまい、チームとしての力がなかった。今日は自分たちから仕掛けようという気持ちを出すことができた、とうなずいた。昨年までの対抗戦、全国大学選手権3連覇の主力で、負傷していた FB 小村真也、4年、 らが復帰。戦力が整ってきた。相馬監督は、小村は試合を変える力を持っている。これからも質の高い準備を繰り返したいと、4期連続大学日本一への巻き返しを見据えた。田中博